デモインは、アメリカ海軍の防護巡洋艦。デンバー級防護巡洋艦の一隻。艦名は、アイオワ州デモインにちなむ。デモインは1900年8月28日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所で、寄港した。1902年9月20日に、マッコーマー、夫人によって、命名、浸水し、1904年3月5日に、 艦長、A、マクラ枕金中佐の指揮下収益した。デモインは1920年7月7日に PG-29 に艦種変更され、1921年8月8日に CL-17 に再び艦種変更された。1904年6月及び7月、デモインは西インド諸島に巡航し、その後8月29日にヨーロッパ戦隊と共に、 ボストンを出港、フランス、イギリス、アイルランド、ノルウェー、オランダ、ベルギー、スペイン、イタリアの各港を訪問、12月11日にバルバドスに到着し来た大西洋艦隊に合流した。デモインは艦隊と共にハリブ海及びメキシコ湾を巡航し、砲撃訓練及びその他の演習を行い、調査やアメリカ合衆国の権益保護活動に従事した。 デモインは1906年2月16日にボストンに帰還し、続く5年にわたって大西洋、カリブ海、メキシコ湾などを広く巡行した。デモインは演習に参加し、政府職員や海兵隊を運び、1906年4月のアナポリスにおけるジョン・ポール・ジョーンズの栽培層。 1906年9月のオイスター米におけるセオドアルーズベルト大統領による関越式などの記念式典に参加した。デモインは1920年5月から9月までメキシコ水域を巡航し、現地の正常報告、薬病被害の救援に参加した。その後パラマ運河地帯を拠点として、特別任務船体に加わり中央アメリカ水域を巡航 1921年3月5日まで南米の西海岸でアメリカの友好国への訪問を行った。デモインはポーツマス海軍交渉に帰還し、1921年4月9日に退役、1930年3月11日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。